どうも皆さんこんにちは、金子でございます。ということで本日は天拝竜をさばいていく。本日はまあこのバックザコックというね、あの料理人カードをこれ使っていきたいんですけども、このバックザコックっていうモンスターご存知でしょうか皆さん。これめちゃくちゃ強い体勢持ってまして、これレベル 4×2 で作れて、自分のフィールドのカードがこのカードののみの場合、このカード他のカードの効果を受けないっていう、なんかすごい体勢があるんですよ。で他のカードがのみ、このカードのみの場合、他のカードがない場合だけなんで、まあ結構そのなんだ適用される条件も緩いと。でレベル 4×2 なんで出しやすいということで、他の完全体制と言われている、なんかその、何、例えばブラックフェザーのフルアーマードウィングとか、あと、レイズラプターズのね、ファイナルフォートレスファルコンとか、そういうモンスターと比較しても、レベル 4×2 並べれば出るので、めっちゃ簡単に出るというところで、でね、こいつに戦闘破壊体制をつけたらどうなると思います、皆さん。戦闘破壊体制をつけると、戦闘破壊されなくてカードの効果を受けないっていうのが、地獄みたいなモンスターが出る、できるんですよ。これやばくて、まあ、これをやる方法としては、ちなみにライトハンドシャークとかこの、アストラルクリボーっていうモンスターを使ってこいつを素材に入れると戦闘破壊体制がつくんでね、これで作っていくんですけども、これ何が、できるかっていうと、今天拝竜環境じゃないですか。これあのこの間撮影したら、あの対戦相手の方が使ってたデッキなんですけど、これほぼバックザコックで耐久してエクゾディア揃えたら天拝竜に勝てんじゃないかっていうそういうデッキです。はい、これ理論上バックザコックを突破できるカードっていうのが有意義を限られてまして、まずですね、怪獣ですね、怪獣とかラバゴみたいな、まあ、ラバゴは自分のフィールド上にカードがなければあれなんだけど、怪獣、あとはそれからカードを送りつけるカード、まあ今でいうところのなんかそのビリューの剣とか、香料の剣とか、あの辺のカードねとか、そうするとこの対戦がなくなるからね。あとそれからまあサロスエレスクルヌギアスとか、それからダイレクトアタックをめっちゃかましてくるデッキとか、あと貫通デッキ、貫通持ちデッキ、この辺が一応このバックザコックを突破できるデッキと言われてるんですけど、これよく考えていただきたい。天拝竜デッキにバックザコック出した場合、これ突破できますかって話なんですけど、あのデッキ貫通ないでしょ、ダイレクトないで、怪獣入ってない、基本的には今の構築だったらね、怪獣入ってないで、あれサロステルスクルヌギアス、まあ入れてる人ほとんどいないですよね。なんでこれ立てちゃったらもう相手突破できないんですよ今の構築であればね。なので今のテンパイルだったらこれ出すだけで完封という話がありますんで、早速ちょっと、バックザコックでドラゴンをさばいていきたいと思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。ここに来てなんかバックザコック注目されてるのめちゃくちゃ遊戯王おもろいよなテンパイルでは抜けないみたいなさ、多分こういうカードが流行ってくると、でも天拝竜にもなんかサロスエレスクルヌギアスとか、 なんか怪獣とかそういうの入れ出すんだろうなと思うんですが、まあとりあえず一旦ですね6枚のカードをめくりまして、結構どうでもいいので、なんかそのバックザコック先行取れたら、まあバックザコックで対決するだけなんで、このデッキなんで、まあここに裏とか打たれてもいいんですけど、ワンフォーマン OK。 はい、クルサシャークスモールワールド封印されちゃ、やばい、封印されしもののパーツ見えちゃった、やばい、ネタバレ来ちゃった、まあ、一応これはレトルトフュージョンもかましていけば OK かなと思いますね。ほんで裏のチェーンなんかなかった気がするんだよね。だからまあスモールワールド一応発動するけど、さあスモール発動、サウラビスもいらねえか。サウラビス、フォトンスラッシャー除外。で、ライトハンドシャーク持ってくる。これはもう、あれですね。何撃たれても多分大体なんとかなると思います。モンスター効果はもう発動するわけじゃないんで、なんかガンマとかも食らわないですし、増殖性が大きいよ。全然、増殖するじゃ全然いい。全然 OK。俺全然 OK。増殖するじゃ関係ないから。で、レアフィッシュ特殊するじゃないですか。誰誰だお前で、ライトハンドシャーク召喚で、エクシーズ、ちなみにこれ無限砲弾とか打ったところでもうあんまり見ないですかね。これエクシーズ召喚の素材になった時にライトハンドシャークは一応効果を発動できるよみたいな、あ、エフェクトメイラーなんかわかんねえけどなんか打ってきたぞ。なるほど、まあ、いいよ別にエフェクトメイラーどうでもいいわ。で、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚現れろ、ナンバーズ59バック。このカードは自分のフィールド上に他のカードがない場合、相手の効果を受けず
そしてライトハンドシャークが素材になっているため、このモンスターは戦闘では破壊されない。つまり何の効果も受けず戦闘では破壊されないモンスターが爆弾。さあお前のターンだあとは俺はエクゾディアが揃うまで一生ターン終了を宣言するだけだクソすぎる、うんこすぎる、なんだこのデッキ。相手めちゃめちゃ困ってんだこれ。ゴミすぎるだろマジでやってること。これまあまあ、あの相手のデッキの中に回答入ってなければ勝てるとは思うわ理論上。まあ今のところちょっとテンパイレンしか当たってないんですけど、ちょっと転移流したの特殊化していいですか。あ、いいですね。アストラルクリボーを特殊召喚してもいいですか。さあ猛毒司法ステルスクラーゲンさんを見せて、お、あ、勝ちた、勝ったわ。はい、勝ちました。はい、対戦でしたはい、対戦でした。はい、バックザコック爆弾。はい、ターン終了。はい、お前のターンちょっと待って、怪獣だけマジでやめてね。怪獣とあとなんだサロスエレスだけ金剣。やべ、なんか回答入ってんのか。なんか諦めずに金剣を発動してくるあたり結構ちょっと怖いな。ちょっとまさかの回答さ入ってるのかやめてね。まあ、とりあえず手札違反がいっぱい入ってることだけど、まあ、手札違反なんていうカードはマジで本当何も聞かないからこのデッキさまあ何も聞かない嘘か何も聞かない嘘だが、まあ、多分、ね、普通の展開では多分基本的に無理なんだよな相手の。あ、まあ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 いいよ。逆突き見てる三元素とかいいよ。メインビルドに効果くらいだと、まあ、結構どうでもよくて、まあ、なんでかっていうと相手のなんかその妨害をするみたいな全く考えてないから、もうとりあえずこの200の壁で耐久するっていう守備力200の壁で耐久するっていうね、あの謎すぎるデッキだから、まあ別に。あ、バトルフェイズどうぞ、ご自由にどうぞ。さあバトルしてくる。いや、もうテキスト読んでる。これちなみにあれだけど大丈夫、戦闘では破壊されないけど大丈夫。アストラルクリボー素材になってるから。ちなみにアストラルクリボーとかライトハンドシャークはエクシスターになった場合に適用される効果で、もう別にそれ取り除いても素材とか取り除いたりとかしても大丈夫なんで、一応ゴブリンライトとかも大丈夫ですね。基本的に効きません。なんか頑張ってますけど効果受けないんで効果受けないんで効きません一切。はいはいパリン音がいいよね。なんか反射した時の攻撃してもなんか破壊できないこのパンっていう音なんかいいよねこの音実は最強なのだこのデッキ。ちなみになんだけどさ、展開さえ通ればさ後手からでも勝てるんじゃないかっていう説あんだよね。結局さ、なんか後手でもうバックザコック横で置いちゃったら大丈夫っていう説あるから、まあ、ハンデスとかあったら別なんだけど、ハンデスとかいう決め基本のデッキ普通のデッキには入ってないから、えっ、バックザコックだおいお、マジか、相手もバックザコックやぞこれ。やばい、出たえ、これちょっと、ちょっと待って、これもしかしてバックザコックミラーってこと、地獄みたいなこと起きないこれいや、アルティメット地獄デュエル、これ巻き起こる可能性ある。やばい、相手も何も入ってないこれ。ユハサブレアフィッシュ出す、オッケー。でこれでバックザコックを俺も出す。でこれでバックザコックで、バックザコックは倒せない。さあダイヤモンドは砕けない、バックザコックは倒せない、オッケー。さあこれ相手勝ち筋なんだろうな、ちょっと分かんないですね。相手の勝ち筋分かんないですけど、僕はちなみにエクゾディア揃うまで34、33。あ、俺の方がデッキ少ねえな。でしかも今エクゾディアパーツは今1枚あるぞ。いやこれ何なんだろう、相手のその勝ち筋が何かによるような。これ結構なんかその途中で終焉のカウントダウンとか言われると意外とやばかったりするんだけど、ちょっとね、え、これ何これ、このデュエル。やばい、ガチでお互いにターンエンドするしかやることないの、マジで。あ、本体来た、やばい、あと1枚、あと1枚だよ、あと1枚、あと1枚、あと1枚だ、これいけるいけるいける、あと1枚だ。ちょ、これ相手より先に揃えたらいけるか、もしかして同じデッキだった場合。まあちょっと何か分かんないけど、でも何もやってこないから多分エクゾディア入ってんじゃないかな。うちでこっち、これ絶対入ってるこれ。これ多分エクゾディアでしょ、多分だけど、分かんないけど。33ターンってやべえだろ、ちょっと。頼む頼む頼む。ナレキンコブリやめろ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 。あと1枚だったのに、くっそ
お前ドローソース入ってるのずるいだろ。